悪魔が悪さをしてる。そうそうそう、せっかく神様が素晴らしい世界を作ったのに、あの悪魔が、まあ、人間を騙して悪さをさせてるみたいな、そういう感じですね。悪魔が作った世界に神が入り込んできたんじゃないの、神様が作った世界に悪魔がその世界を汚して、そこにまた神様が入ってきたという、そういう感じかな。なんでそういう立場になるんですか、神は。あの結局神が作ったあの世界を、うん、悪魔に汚されちゃってね。いや、悪魔が作った悪い世界を神が良くしようと来たとかってことじゃないの。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。でも元は神が作ったけど、その元は神なんですか。元は神が作ったんです。元は何ですか、それは。この天地万物を作ったのは神様が作ったのね。ところが悪魔がその神を恨んで、この神の作った、神が作ったのになんで悪魔を作り出したんですか。あのね、神様は悪魔を作ってないんですよ。神様は悪魔を作ってない。神が全ての創生者なら悪魔を作らなければよかったじゃないですか、うん、あのね、神様は悪魔を作ってないんですよ。どこから出てるんですか。あのね、あの悪魔はね、最初天使長だったんですね。天使長、天使の、まあ、チーフで、その天使長が神様に逆らっちゃったんですよ。そして堕落したので、神様はその天使長をあの地に落として悪魔にしたのね。だから悪魔を作ったんじゃなくて天使を作ったんです。あ、ルシファーですね。そうそう、ルシファーよく知ってますね、ルシファーね。そうそうそう。そしてサタンは神が作ったこの地球をあの奪い取ろうとして、人間を騙して、人間を誘惑して、そして人間を通してこの神の作ったものを壊そうとしてるわけ。あ、かつて神の右に座っていたルシファーが、うん、悪魔をサタンとなって、そう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 。しかし神様はそれで、悪魔をやっつけるためにイエス様をこの地上に送ったわけ。そのイエスキリストによって悪魔をやっつけるためにね。人間とかめっちゃ弱いじゃないですか。じゃあ人間はめちゃ弱いですよ。人間はめちゃ弱い。で、悪魔は倒せないじゃないですか、人間。人間は悪魔に勝てないですよ。人間は悪魔の奴隷ですからね。だから人間みんな悪いことするでしょ。人間悪いことするのは悪魔の奴隷だからなんですよ。あ、神の失敗作だからですね。いやいや、失敗作じゃなくて、あの人間を作った時には罪がなかったんだけど、その罪と作ったんじゃなくて、その作られた人間が悪魔に誘惑されて罪を犯しちゃったんですよね。失敗作じゃないんですよ。人間が神様に反抗しただけなんです。悪魔も天使が神様に反抗したのであって、神があの悪魔を作ったわけじゃないんです。面白いでしょ。面白くないですか。これの話はどうなるんですか。もうですから、あの今世の中悪いこと多いじゃないですか。犯罪も多いとかね、いろいろ。ただもう悪魔的な考え方ですよね。でも悪いことした人全てを許しなさいっていうのは、うん、悪魔的ですよね。いや、許さないことが悪魔的なんですよ。多くの人は許さないから喧嘩したり、許さないからこう殺したりする。でも天使はいるじゃない、天使がいるじゃないですか、うん、全ての悪を許さない天使。あ、天使は悪魔許、あの悪を許さないの。天使は悪を許さないですよ。まあもちろん神様は悪を許さないんだけど、許したら悪魔なんかいないじゃないですか、うん、あのね、悪魔は許さないみたいですよ。悪魔とか悪霊は許さないけど、人間は許してくれるんですね、神様は。悪魔は許さないけど人間は許すんですか。そう、悪魔は許さないけど人間を許すんです。だから私、あの本当の話なんですか、それは。本当の話ですよ、本当の話。だから私はニコ生で皆さんね、罪が許されるからイエス様を信じましょうと伝道してるのはそういう理由なんです。本当に許されるんです。金杯さんも許されるんですよ。罪が許される。悪魔っていうのはどうなんですか。え、悪魔は許されない。悪魔はもうあの許されない存在なんですよ。
人間は許される存在なんです。だから金梅さんは許されるんですよ。いや、そういうふうに伝えられてるんですよ、人間は許す。そう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 。悪魔は絶対救われないんですか。絶対に救われないし、絶対に許されないんです。悔い改めても悔い改め、いやいや、まあある意味では悔い改められない存在なんです。悪魔っていうのはもう悔い改められない存在なんです。でも人間は悔い改めることができるんです。悪魔王サタンもダメなんです。サタンは悔い改められないんですね。でも金梅さんは悔い改めることはできるんですよ。間に合うんですよ。間に合うんです。裁かれるために悔い改めて許されるんです。本当なんです。悪魔を信じて救われた時はどうするんですか。悪魔を信じて救われることは なくて、みんな、多くの人は騙されて悪魔を信じて悪い結果になっちゃってるわけね。悪魔と同じように裁かれちゃうわけ。それが地獄なのね。地獄っていうのは悪魔と共に裁かれることなんだけど、多くの人は呼吸とかに落とされるんですか。え、呼吸と、呼吸と共演地獄に今。そう、そうなんです。だから金梅さんも地獄に。知らないんですか、呼吸とって知らないんですか。知らない、知らない。なんでしょう。魔王サタンが封じ込められている地獄の名前です。へー、それ知らないな。まあ、とにかく金梅さん今間に合うんですよ、ね、地獄に落ちる前にね、救われましょう。すべての罪が許されますよ。すべての罪が許されます。過去の罪を犯してないんで。金梅さん、罪を犯してなくてもね、なんかやっぱり金梅さん、神様と対していい関係じゃないでしょ。いい関係じゃないでしょ。キューちゃんあんまり詳しくないですよね、私。悪魔とかのこと。いや、それは聖書の中では知ってますけど、聖書以外では知らないですよ。聖書以外ではね。悪魔、サタンが第何段階層に閉じ込められてるか知ってます。それは聖書の話じゃないでしょ。なんか別の話でしょ、それ。サタンは第13階層の、コキュートスっていうところに閉じ込められてるんですよ。それはどこに書いてある話なの。ゲーム、失楽園。失楽園、あー、失楽園ね。あれ、失楽園はあれでしょ、フィクションでしょ、違うの。金梅さん、本当にね、人間は救われなきゃいけないんですよ。人間はね、地獄行っちゃいけないんです。人間にはね、天国に行く希望があるんですよ。金梅さん、天国行きたくないですか。あれはフィクションなんですか。フィクションじゃないんですか、今。聖書の書いてあるのはちゃんとわかるけど、失楽園は私読んだことないかわかんないけど。聖書もフィクションですよね。フィクションの部分もあるけど、基本はフィクションじゃないですよ、基本は。例え話とかそういうのあるけど、基本は、要するに神がいるとか、ね、悪魔がいるとか、人間が罪を犯した、これフィクションじゃないですよ。だって、人間いるのはフィクションじゃないでしょ。金梅さんも私もいるじゃないですか。これフィクションじゃないじゃないですか。神はフィクションですよ。神フィクションじゃないですよ。もし神がいるなら、なぜ、ね、私たちがいるんですか。私たちがいるのは神がいるからでしょ。神とは誰が作ったんですか。神はね、作られた存在じゃなくて。誰から聞いたんですか。神に聞いたわけ。神がいるというのを誰に聞いたんですか。神様に聞いた。聖書は神が言った言葉だからね。テレビで見たんですか。テレビじゃなくて、聖書にね、神様のことが書いてあるわけですよ。神はどのようにお作りになったんですか、宇宙を。言葉で作ったって書いてあるね、言葉でね。例えばコンピューターで命令するじゃないですか、コンピューターの命令ね。プリントって言ったら印刷するじゃないですかね。
で、再起動って言ったら再起動するでしょ。あれと同じで、神様は言葉で、何でもこう作ることができるのね。リサ・ランドール博士を知ってます？いや、知らない、知らないです。重力があまりにも強いのに、うん、重力が強いはずなのに、うん、あの私たちが物を持ち上げることができるのはなぜかという考えた人がいるんですよ、うん、リサ・ランドール博士という。重力が大きいのになぜ持てるかということですか。はい。そんなに重力を、なぜジャンプができるのかとか。ああ、重力があるのになぜジャンプがあるかということ、ね、神はそれも知ってるんですよね。神様が、この全てをこう調整して人間が快適に生きるように調整してるわけ。温度とか空気とか光とか全部ね。だから重力も神様がちゃんと人間が歩いたり走ったりできるように調整してあるわけ。偶然じゃん。違いますよ。偶然いい感じになったから生き物が生まれてきただけで。あのね、そのね、偶然なんてありえないほどよくできてるわけ、地球は。地球の環境っていうのはものすごいね、もう、設計されたようなもので、決して偶然ではないんですよ。いや、偶然いい感じの環境だから生まれてきたんですよ。そんなことないんですよ。だって考えてください。ね、人間の体だって、もう全部こう、設計されてるじゃないですか。じゃあ例えばですよ、はい、原始生物いるじゃないですか、はいはい、地球上に生物が生まれた、はいはい、あの時になんていうんですか、細胞同士が、うん、原生生物の細胞同士が殺し合いを始めた時にどっちが悪いんですか、それ。難しいね。単細胞同士が喧嘩したらどっちが悪いかってこと。そうです。難しい質問ですね。聖書によると人間が罪を犯して生物が罪を犯したわけじゃないので、生物には罪がないんじゃないの。生物には罪がない。人間以外は何でもありなんですか。もう何でもありじゃなくてね、その生物はね、生物は人間の罪によって、なんていうかな、呪われてしまったというのは書いてありますね。だから動物はかわいそうなんですよ。人間の罪によって苦しんでるっていう感じかな。あ、それうまくごまかすためになんかそれ書いてあるんですか。いや、ごまかすと本当にそうだっていうこと。本当に動物は人間によって苦しんでるんだっていうことかな。人がそうやって書いてから言ってるんですね。いや、人が書いたんじゃなくて、うん、聖書にそう書いてあるんですよ。聖書に。聖書って人が書いたもんですよね。それ信じてるんですか、全部。あ、信じてます、信じてます。なんで？結局人が書いたけど、神が人を通して書いたって書いてあるのね。じゃあ僕が神を通して、うん、何か書いたら、うん、信じるんですか。金梅さんがクリスチャンで信仰的であれば、僕が新たな宗教を作って、うん、神、私が神ですとか言いながら、神の代弁者ですとか言いながら、うん、書いたら信じるんですか。私は信じないよ。私はなんで信じないんですか。私はイエス・キリストを信じてるからね。イエス・キリストを信じてるから、イエス・キリスト以外のものは信じない。神様一人しかいないからね。もう洗脳じゃないですか、これ。じゃあ洗脳の反対は何？洗脳の反対は。洗脳の反対は何？なんでそんなものを信用するんですか？じゃあ、金星さん何を信じてるんですか？何を信じてる？なんで信じなきゃいけないんですか、何かを。じゃあ信じなくてもいいけど、何も信じないならばいいよ。何も信じなくても構わないんだけど、信じるものがなかったら何のために生きてるわけじゃん。信じるものなくてもなんか家族のためにとか生きていけばいいんじゃないんですか。ニコ生のために生きてんの。ニコ生人生。いや、ニコ生じゃなくてただ生きてるだけじゃダメなんですか。ただ生きてるだけで虚しくない。そんなの。だって生きる目的知りたいでしょ。
生きる目的じゃないでしょ、だからキューちゃんの場合。悪いことしたから救われたいっていう思いでしょ、キューちゃんの場合は。そうです。僕悪いことしてないもん。悪いことしてない、悪いことしてない。天道様に向かって歩けるよ、別に普通に。じゃあ、金林さん、今まで、今、何歳ですか、金林さん、何歳？今、45です。いや、45年間、一番悪いことしたかなと思ったことはどんなこと？一番悪いことはどんなこと？万引きぐらいですかね。ああ。じゃあ、万引きでいいです。じゃあ、万引きは、いいこと、悪いこと。万引き悪いことですよ。でしょ？でも、それは、罪は贖いましたよ。どうやって？頑張って、お金を返却しましたね。ああ。で、その、それは法的にはもう問題ないと思うんですけど。はい、それ以降はもう悪いことしてないぞ、うん。じゃあ神様に対して、その万引きの罪を許してもらいたいと思わない？いや、物を売ってた店主に対して、罪を贖いました。うん、罰金という形で。うん、で、店主も快く、もうやるなよ。バカ野郎っつってもう許してくれたんで、ああそれで罪はなくなってんじゃないんですよ。まあ法的には ないと思うけど、神様に対しては残っちゃうんだよね。神様に対してはやっぱりその罪が残るんですよ。法律には残らないし民事的にも残らないけど、霊的には残っちゃうんだよね。相手は許してもダメなんですか？神様が許さなきゃダメなんですよ。神様、じゃあ僕はあのキューちゃん牧師を許しません。この場合キューちゃん牧師は地獄に落ちるんですよね。いやだから地獄に落とすかどうかを決めるのは神様なわけ、人間が決めるわけ。でもあの罪は一生残りますよ、キューちゃんの、僕に対しての。あのね、その人間に対する罪じゃなくて、聖書が言ってるのは神様に対する罪なんだよね。キューちゃんが僕を信じなかったあの罪はもう残りますよね。あの金林さんが神様だったら残るね。金林さんが神様だったら、いや神残るんですよね。でもだから神様に対する罪は残るということ、金林さんに対する罪は残らないわけ。じゃあ僕が漫画を盗んだ店主に対しての罪は残らないってことじゃないですか。あの法的には残らないってこと。法的にはね、神様には残るんですよね。神様に対する罪は残るわけ。じゃあ Q ちゃんが僕を、あの曲がったあの宗教に引き込もうとしてるって、残るんじゃないですか。だからその罪が神様に対する罪だったらね、残るけど、でも神様は伝道しなさい、金梅さんにも伝道しなさいって言ってるわけでしょ。でも Q ちゃんの罪は残りますよね。あの神様に対する罪？はい。だってその神様に対する罪を許してくれるのがイエス・キリストなわけ。だから自分で贖うことはできない。キューちゃんはでも結局地獄に落ちるってことですよね。あ、だから信じてくれる人がいなかった場合。いや、そんなことないですよ。その信じてくれる人がいない。自分だけは救われるんですか？あのね、その誰でもイエス・キリストを信じたら救われるわけ。誰でも。ね。なんでそんな都合のいいことばっかり言うんですか？いや、すごいかな。まあ、とにかくですね、神様優しい方だから、許してくれるんだよということね。あの、キューちゃんは助かりません。その、私を地獄に生かすか、天国に生かすかを決めるのは神様だから、神様が許すと言ったら許されるんだけど、でもそれはただ許されるんじゃなくて、ちゃんと犠牲があってね、その、イエス様が私たちのために十字架で死んでくれたから、身代わりなんですね。間違った宗教に人々を引き込もうとしてるキューちゃんはもう悪人ですよ。間違ったかどうかどうやってわかるの？間違ってってどうしてわかるの？一般常識で考えたもの悪人ですよ。その聖書がその一般常識が間違ってるよと言ってるわけ。聖書が世の中は間違ってるよ、世の中は暴虐に満ちてるよ。一般常識は間違ってないんですよ。世の中は間違ってないと思う？世の中は間違ってない？
世の中正しい？世の中は間違ってますね。間違ってるでしょ。世の中は間違ってますよね。キリストの教えが間違ってるんですよ。イエス・キリストの教えはどうして間違ってるの？人々を助けなさいって言ってるじゃないですか。はい、助けなさいと言ってます。例えば、物を食べる人が亡くなった時、飯を与えなさいとか言ってるじゃないですか。はいはい、言ってますね、言ってますね。それダメなんですよ。ダメなの？それをやっちゃうと、すべての人が、人口が増えすぎて絶滅しちゃうんですよ、人間って。ああ、そこちゃんと答えがありますよ、答えがあります。答え何ですか？今世界で人口爆発してるじゃないですか。はい。で、国連では人口抑制しようとかしてますよね。そうですね。で、私はね、逆なんですよ。私は人口爆発した方がいいっていう考え方なのね。で、なぜ、なくなっても、なぜ人口爆発した方がいいかというと、神様はちゃんと養ってくれるし、ね、食べ物を分配すれば、お金持ちの人が肉を食べなければ、貧しい人たちも食べられるらしいのね。で、大事なのは、お金持ちが飯を分配すれば、そんな、いないでしょ、そんなもん。肉を食べるとね、穀物が10倍かかるらしいんですよ。穀物がね、10倍。だから、みんながその食べ物を分配すれば、たくさんの人が食べていけるわけ。それからもう一つはね、人間はイエス・キリストを通して永遠の命をもらえるから、とにかく分配すればっていう、じゃだから分配すればって言うけど、その今の時代でもできるじゃないですか。で、してないやつがいるのはなんでなんですか？人間の罪でしょうね。人間の罪、それはフューチャーの罪ですよ。フューチャーの伝道が足りないからですよ。アメン、アメン、その通りなんですよ。だから伝道 しようと思うんです。もっともっと伝道してね、もっともっと伝道して、多くの人がこう助け合ったり愛し合ったりする社会を作んなきゃいけないと思ってるわけ。金梅さん、一緒に伝道しませんか？社会を良くしませんか？いや、やりません。だってキューちゃんは1日1時間しか伝道してないから。ニコ生で金梅さん12時間かけて伝道しませんか？それ以外の時間何やってるんですか？フリースクールやってますね。フリースクールもやってるし、それからいろいろなね、いろんなことしてます。いろんなこと。たくさんの人が見てくれるニコ生よりも、個人的な伝道の方が大事なんですよね。まあ、そんなことはないですよ。僕はもうそんな人に協力しませんよ。結局1時間でも結構ね、内容をきちっとこうやっぱり作って、だって見る方だって大変じゃないですか。金梅さん、12時間もしリスナーの人が見たら大変だと思いませんか？12時間見るの大変だと思いません？12時間も見続ける人いないですけど、はい、12時間の間に100人の人が来てくれるかもしれないですよ。まあ、確かにね、12時間やっていろんな人が来れば、1人1時間でもいろんな人がたくさん来るいいかもしれないけど、12時間ね、どうかな、ちょっと考えてみますよ。考えてみますけど、12時間大変ですよね。いや、大変じゃないです。本当？12時間やってて疲れないですか？疲れることはないんですけど、ね、疲れることないの？飽きない？疲れるとか飽きるとかの理由で、Qちゃんは放送しないんですか、ね、伝道を。じゃあ金梅さんはどういう目的 で放送しますか？何が目的で放送してますか？僕は人を集めるためにやってますね。集めてどうしますか？コメントがたくさん欲しいからやってるわけです。そのコメントを、リスナーのコメントを見て、それをどうしますか？目的は？コメントしてくれるってことは、この一緒の時間を過ごすってことですよ。ああ、要するに、この共有、時間を共有したいっていうことかな。たくさんの人と時間を共有したい。
キュウちゃんにはそれがないということですよね。まあ1時間共有してるということかな。1時間共有してるということかな。金星さん12時間共有してる、すごいですね。12時間時間を共有してるという、全然違いますよね。え、12倍違いますね。12倍。そうですね。でもね、放送始めるんですよね。もうもう30分過ぎてるけどね。すみません、ちょっと邪魔しちゃった。いえいえ、そんなことないですよ。いい質問ありがとうございます、いつも。今日も失礼しました。はい、それじゃあまたね。はい。おやすみなさい。かけます。はい、ハレルヤ、シャローム。シャローム。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、皆さん、ごめんなさい。いつもね、放送始めようとすると、金林さんから、トツが来るんですが、でもね、いい質問してくれると思うんですね。で、特に未信者の方々を代弁するような質問なので、とてもこう、逆にですね、いい機会じゃないかなと思ってますが、金林さんのリスナーも聞いてくれるチャンスなので、いいんじゃないかなと思うんですね。はい、だんだんこう話がですね、こう先進んでいくんじゃないかなと思うんです。はい、皆さんこんばんは。やっと始まると言いましょうか。やっと放送が始まるみたいで、ごめんなさい。はい、皆さんも、まあ、彼が救われるように祈ってくださいね。彼が救われるように。12時間もね、12時間も放送すごいですね。もし彼が救われてですね、12時間放送毎日したら素晴らしいですね。私が12時間放送する、ちょっと考えたことないですね。12時間放送する考えたことないですけど、6時間、ストッキングさん6時間する、うわー、そうですね。でもやっぱりなんかちょっとやっぱり内容が欲しいかなっていう感じがしますね。内容が欲しい。聞こうも大変だと思いますよ、皆さん。ね、皆さんのことですから、私がもし12時間放送したら、皆さん12時間見るんじゃないですか。皆さん12時間見るって大変なことですよね。だから、耐久レース。1時間見るんだって皆さん大変じゃないですか、皆さん。正直皆さん1時間この電動放送見るだけでもかなり犠牲払ってますよね、皆さんね。1時間見るんだって大変だと思いますよ。だからよく見てくださって本当に感謝しますが、だからやっぱり12時間見てもらったら大変ですよね。まあ、それでね、もし例えばですね、私の場合、YouTube に録画があります。ね、タイムシフトもあるから、だから例えば1時間ごとに見る人がもし違うならね、タイムシフトとか YouTube で見れば、結局、まあ、見ることできるということですね。だけども確かに、人を集めるにはその方がいいのかもしれませんが、どうなんでしょうかね。ちょっとそこのとこは、もうちょっと考えてみます。はい。それでは、今日は貧しいものは幸いですということですが、貧しいものは幸い。ちょっとですね、これは確かに世の中と違う考え方なので、見てもらいたいんですが、ルカの6-20ですね。ルカの6-20にイエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものですから。今植え替えているものは幸いです。あなた方はやがて会うことができますから。今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから。人の子のために人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。
天ではあなた方の報いは大きいからです。彼らの先祖も預言者たちもそのように扱ったのです。しかし飛んでいるあなた方は哀れなものです。慰めをすでに受けているからです。今食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。皆の人に褒められるときはあなた方は哀れなものです。彼らの先祖は、ごめんなさい、やがて悲しみ泣くようになるからです。皆の人に褒められるときはあなた方は哀れなものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。マタイではですね、心の貧しいものは幸いと書いてあります。しかしルカではですね、ルカではただ貧しいものは幸いと書いてありますね。これはですね、非常に説明が難しいですが、私はどっちかというとリトルさん少ない食事で満足するようになりました。心の貧しいものは幸いと、それからルカではただ貧しいものは幸いということですね。心の貧しいものは幸いの方が有名です。有名ですね。両方書いてるから、ね、私たちはその片方を取るっていうことよりもやっぱり両方を取るべきなんですが、私はどっちかというとただ貧しいものが幸いですの方を、どっちかというと強調 してるんですね。なぜ貧しいものは幸いですを強調するかというと、次のですね、次の今上に書いてるものは幸いです、ね。これにぴったし合うし、それからもう一つは、24のね、24の今飛んでいるあなた方は哀れだという、その貧しいものと飛んでるものを比較しているわけですね。比較しているわけで、そういうコントラストの中では貧しいものは幸いっていうの方が、この心が貧しいものよりもなんか分かりやすい感じがしますね。はい、そういうわけで、貧しいものは幸いというのは、この世の価値観とちょうど反対ですね。反対。この世は貧しいのは嫌だ。この世はお金持ちがいい。この世は富んでる方がいいという価値観ですね。でもイエス様の、教えは貧しくならなさいって意味じゃないですよ。貧しくならなさいって意味じゃなくて、貧しいものは幸いだという書いてあるわけです。で、その、なぜかというと、神の国はあなた方のものだからですとか、やがて飽くことができますとか、今に笑うようになりますからということですね。要するに神の国は貧しいもののためにあると言ってもいいかもしれません。それと似たような御言葉に、金持ちは、ラクダが針の穴を通るほど難しい、金持ちが神の国に入るのは、ラクダが針の穴を通るほど難しい。針の穴っていうのは本当の針の穴じゃなくて、狭い、城壁の入り口のことなので、非常に狭いので、ラクダが通るのは難しいということなんですが、貧しいものが幸いというのは、神の国に入りやすいということですね。金持ちは神の国に入りにくいけれども、貧しいものは神の国に入りやすい。なぜ貧しいものが神の国に入りやすいかというと、お金という偶像がないということが一つでしょうね。お金という偶像がない。それから、貧しいということを通して救いが必要だということですね。
主の祈りのようにですね、今日の食べ物を与えてくださいと、貧しいから食べ物が必要です。貧しいから必要があります。お金がありません。お金の代わりに神様に、祈るわけですね。つまり貧しいということを通して、神を信じやすい、神様に祈りやすいということが言えるんではないでしょうか。そしてもう一つはですね、これは弟子たちを見て言いましたね。普通の人たちに向かって言ったのではなくて、これは山上の水訓と言いまして、イエス様は山でですね、山で弟子たちに向かって言いました。で、弟子たちというのはある意味では、全てを捨てて、ついてきた人たちですね。ですからそういう意味で、貧しくなるわけですね。イエス・キリストについていくというのは全てを捨ててついてくるという、そういうことの中で、貧しくなります。でも、イエス様を信じる者たちは神の国をもらうんですね。神の国をもらう、そういう意味で、貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものですからね。弟子たちは貧しいという意味で、貧しいものは幸いという意味だとすごく分かりやすい感じがしますね。皆さん、クリスチャンというのは、この世のものに頼らず、ね、お金を求めず、信仰によって、神の国を求めます。神の霊的祝福を求めます、ね。私たちは、この世の富を、その蓄えるのではなくて、天に宝を蓄えますね。肉的に貧しくても精霊に満たされて豊かです。吉原さん、アメン。私たちは神様の祝福を、受けるので本当の幸せです。今日ですね、祈り会で、こういった方がいるんですね。今日行ったのかな。油注ぎが幸せですと言ったのかな。ごめんなさい、ちょっとはっきり覚えてないな。油注ぎが幸せですということを確か言ってたと思うんですね。皆さん、本当の幸せは油注ぎです。本当の幸せは、お金から来てるのではない。この世の幸せではない。この世の旅ではない。本当の幸せは、油注ぎが本当の幸せだということですね。油注ぎというのは、精霊を注がれるということですね。この精霊を注がれることが本当の幸せだということですね。多くの人は本当の幸せを知らないのです。神様の祝福を知らないのです。神様の恵みを知らないのです。神を信じなければ受けることができません。さっきね、金梅さんが神を見たことがあるのかとかね、神が、その神をね、神を否定するようなことをおっしゃってました。神様を認めて初めてですね、神様を認めて初めていろんなものが分かってきます。私たちは、神を認めないなら、神を認めないならもう全てが分かんなくなってしまいますね。はい、それではですね、今日ちょっと時間がなくなっちゃったんですが、はい、大事なことは、この世的に貧しいかどうかじゃなくて、霊的に富むことが大事だということですね。物質的に富むことが大事なんじゃなくて、
霊的に富む、神様に富むということでしょうか。神様に富む、天国ポイントっていうのはまさに神様に富むことですね。いくらお金があっても、いくらお金があっても、神様に対して貧しければそれは幸せじゃないということですね。キューちゃんはどうやって9人養ったの？イエス様が養ったのです。私が養ったのではありません。イエス様が養ったのです。皆さん、私たちは、自分の力で生きているのではありません。神様に養われて生きているのです。神様に養われて生きているのです。皆さん、ぜひ、皆さん、私たちは神様に養われて、神様に生かされて、自分の力で生きているのではないということですね。お金に頼るのではなくて、僕を嫌いですか？いいえ、嫌い、小野さん嫌いじゃないですよ。お金に頼ったり、この世に頼るんじゃなくて、神様に頼るのです。神様に頼るんですね。神様に頼る。これがとても大事なポイントですね。はい。スルーされてるので、いや、そんなことないですよ。大丈夫です。大丈夫ですね。イエス様によってどうやって養われてるか、神様が養ってくれています。ね。神様が養ってくれています。神様によって生かされているのです。明日の心配は無用です。明日の心配は無用です。はい、それじゃあちょっと時間来ちゃったので英語いきましょうかね。I tell you, whoever acknowledges me before men, the Son of Man will also acknowledge him before the angels of God. But he who disowns me before men will be disowned before the angels of God. 私はあなた方に言います。誰でも人の前で私を認める者は、神の天使たちの前でその人を認めるだろう。しかし、もし人の前で私を、認めない者は、神の天使たちの前で私を認めない、その人を認めないであろう。I tell you, whoever acknowledges me before men, the Son of Man will also acknowledge him before the angels of God. But he who disowns me before men will be disowned before the angels of God. 皆さん、私たちは、生きているときに、この地上にいるときに、イエス様を認めようではないでしょうか。イエス様を認めようではないでしょうか。イエス様を告白しようではないでしょうか。そうすれば、私たちが天国に行ったときに、神様に、報いを受けます。イエス様に認められます。私たち人間は、この地上において、イエス・キリストを告白し、イエス・キリストを認めるべきです。多くの人はイエス様を否定します。イエス様を否定するということは、天において否定されてしまうのです。皆さん、人生の目的はイエス・キリストを告白することです。イエス・キリストを認めることです。私もこのニコ生でイエス・キリストを告白しています。イエス・キリストを告白しています。どうぞ皆さん、皆さんも、今、この人生において、本当の目的は、本当の目的は、イエス・キリストを証しすることです。イエス・キリストを告白することです。ぜひ皆さん、
そのような人生を始めましょう。そのような人生を送りましょう。アメン、アメン。はい、それではですね、今日の証タイム、貧しいけど幸せだ。私は貧しいけれど神様に祝福されて幸せだ。証、貧しいけど幸せ証スタート。イエスキリストを信じて悔い改めます。イエス様が生かしてくれていると知りました。聖書のこの世の一つの真理だと、ごめんなさい、ニートで DT であることが幸いだと分かりました。伝道放送ができて幸せです。貧しくても霊的に祝福であれば幸せです。派遣社員ですが聖書で心は幸せです。変なプライドがなくなりました。イエス様のことを思うと毎日が快感です。イエス様がいれば何もいりません。生まれてきた意味を知りました。自分の罪がイエス様によって許されたことに感謝です。伝道は生きがいです。キューちゃん牧師にお祈りしてもらい感謝です。天国銀行に預金しようと思いました。物欲よりも霊的な欲求で満たされたいです。貧しいけどこの放送があって幸せです。もうすぐ祖母が神の子になります。リトルさん、イエス様を思うと貧しさを感じなくなりました。アメン。伝道すると拒否するけど父がキリスト教に興味を持ち始めました。アメン。お金じゃ買えない幸せが聖書の中にありました。僕の放送でも伝道放送で燃えたいです。イエス様ありがとう。イエス様ありがとう。偶像であるお金では幸せになれないが信仰は幸せになれると分かった。貧しいことは喜ばしいと分かりました。イエス様の許しだけが心から感謝できるのです。家族と相談して墓参りに行くのを辞退しました。今来ましたこの放送に出会えて幸せです。母からハレルヤとメールが来ます。イエス様がいるから僕たちは生きているのです。明日のことを心配しなくなりました。吉原さん、神様に少しでも近づきたいと思い今夜神の子になります。クリスチャンこそ人間の真実の姿じゃないでしょうか。アメン。世と世の欲は滅び去ります。イエス様の教えを少しでも広めたいです。アメン。信仰で貧しさは益となると思いました。神様を信じて受け入れます。アメン。
天国に行ってみたいです。今日命を絶とうと 思ってましたが、この放送で救われた気がします。アメン、アメン。死んではいけません、死んではいけません、死んではいけません。イエス様が祝福してくれます。貧しい人は幸いです。イエス様に会ってそのままです。お金が欲しい人は貧しいと知りました。十字架を見ていると感謝で心がいっぱいになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。心の貧しさをもっと欲しいです。信仰さえあれば財産なんて必要ないと思いました。はい、ありがとうございました。アメン、アメン。遺産争いやめました。アメン。皆さん、この世のものは本当の宝ではないのです。小野さん、私を褒めたたいてはいけません。小野さん、イエス様だけです。イエス様だけです。イエス様だけを褒めたたいてくださいね。皆さん、この世のものは本当の宝ではありません。私たちが天国に行くときにはこの世のものは持っていけないのです。私たちが蓄えなければならないのはこの世の富ではなくて天国の富ですね。天国の宝を蓄える必要があるのです。神様に富むのです。私たちには生きる目的があるのです。私たちはただこの世で生きているのがこの私たちの目的ではありません。私たちの目的は神様に会って富むことです。手に宝を蓄えること、神様が喜ぶことをすること、神様の御心を行うこと、これが生きる目的です。これが生きる目的です。そして手に宝を蓄えることができるのです。皆さん、私たちの生きる目的は、祝福ならいいですね、祝福。私たちの目的は神の御心を行うことです。神様に喜ばれることです。神を喜ばすことです。私たちの目的はただこの世的に生きることではありません。イエス・キリストにあって生きることです。信仰に生きることです。神様の教えに従って生きることです。イエス様の命令を守ることです。神様とも共に歩むことです。神様を述べ伝え、福音を述べ伝え、イエス・キリストを述べ伝えることです。イエス様を告白し、イエス様を告白し、イエス様を大胆に述べ伝えること、これが私たちの生きる目的です。私だけではありません。皆さんの生きる目的でもあります。皆さんの生きる目的は皆さんのために死んでくださったのために生きることです。私たちの目的は私たちのために死んでくださったこの十字架の御業を述べ伝えることです。私たちが述べ伝えるのは十字架を述べ伝え、福音を述べ伝え、イエス様の愛を述べ伝えることです。私たちがイエス様によって愛されていますから、イエス様によって満たされていますから、イエス様によって救われましたから、私たちの喜びをこのように伝える必要があるのです。私たちの私たちが本当に満たされていること、希望があること、このように示すことが必要なのです。皆さんもイエス・キリストに会って輝いてください。イエス・キリストに会って輝いてください。皆さんもこのように示すことができるのです。福音以上に良いことはありません。皆さん、
何も心配しないでください。何も恐れないでください。サタンの脅しに、弱くなってはいけません。ネガティブに考えなくていいのです。イエス・キリストを信じるならば、イエス・キリストを信じるならば、全ての罪が許され、全ての罪が許され、永遠の命をもらえるのです。神の子になるのです。神の子になるのです。皆さん、この世のいろいろな、ことで悩まないでください。心配しないでください。全部イエス様に委ねましょう。皆さんの悩みを、皆さんの問題をイエス様に委ねましょう。イエス様が解決してくださいます。心配しないで、自分が本当に自分の罪が許されたことを喜びましょう。イエス様が私たちを救ってくださったことを喜びましょう。そして、イエス・キリストに会って、イエス・キリストに会って、素晴らしい生き方をしましょう。今日話を聞いてですね、今までは貧しいことを嘆いてたけど、もう嘆く必要はないんだ、私たちは神様が養ってくれるんだ、私たちは神様に祝福されることができるんだ、本当の幸せ、イエス様から祝福されて幸せになりたい人、油注ぎを受けて幸せになりたい人、本当の幸せになりたい人、アメンと言ってください。イエス・キリストを信じて神様に祝福されたい人、祝福されたい人、アメンと言ってください。アメンと言ってください。アメン、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 アメン。天の父様、今日本でも世界でも貧しくなっています。経済的に貧しくなっています。これはあなたの御心と信じます。貧しいことを通してあなたを知り、貧しいことを通して救われたいという気持ちになるでしょう。今日本も世界も貧しいのはあなたが人々を救いたいためだと信じます。どうぞこの苦しさが、この貧しさを通して多くの人がイエス様救ってください、イエス様助けてくださいと、そのようにイエス様に頼るようになりますように、イエス様を信じるようになりますように。今アメンと言った方々がイエス様を信じて救われますように、イエス・キリストを信じて救われますように、イエス・キリストを信じて今アーメンと言った方々が救われて新しい人生を始めることができますように、イエス様、イエス様、祝福してください。リスナーの方々を祝福してください。アーメンと言った方々を祝福してください。日本を祝福してください。日本人を祝福してください。世界を祝福してください。世界の人々を祝福してください。イエス様の十字架で祝福してください。イエス様、助けてください。私たちを助けてください。世界を助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん、私たちの救い主はただお一人、イエス様だけが世界を救います。私たちを救います。皆さん、ますますイエス様に信頼しましょう。イエス様を信じましょう。イエス様の教えを守りましょう。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。シャローン。おやすみなさい。シャローン。アーメン。アーメン。ハレルヤ。シャローン。シャローン。